はい、おはようございます。2日目の朝です。ホテルからの眺めどうなんでしょうね。うわ、まだしっかり雪降っとるわ。これは今日も天気予報では昼間は曇りという金沢の天気予報ですけど、これはもう今すごいですね。あちらが砺波のあの農村風景ですね。砺波の農村この風景、確か日本でも代表する農村風景だったと思いますね。家がこう周りが、防風林で囲まれた家が点在しとると。さっき降ってなかったのに、これはまあ今日は北台風数だぜ。ちょうども日中は曇り空という天気予報ですけどね。まあいいや、飯がちょうど今7時ですけど、7時からですけど、バイキングめちゃくちゃ混むからね、もうちょっと30分ぐらい遅れていきます。今日の出発は9時半ですから、まあ7時半ぐらい行っても十分余裕があるんですね。ということで、もうしばらくちょっとくつろぎタイムです。はい、朝食会場です。わ、すごいな。まず場所を伺った。ああいいじゃん、ちょうど並んでないじゃないか。こんなすごいとは思わんかったのだけど。はい、これが私の朝食ですね。朝から餃子を取ってきましたね。食べれる量だけにしたい。ムラフォーさん、バイクって言ったってお前無制限に持ってきちゃいかんということですね。やっぱし時間的に良かったね、吸い取ったですね。はい、ミッキーマウスがいますね。ここ写真撮るようになってんのかな、これ。ああ、食いすぎた。腹いっぱいですね。今日はもう12月20日なんですよね。もうクリスマスまで1週間もないって感じか。年末までももう10日しかないですね。早いです。もうなかなか立派なツリーじゃないか。もうもういいんじゃない。赤い、あ、電気がついてないか。まあいいや、これで1枚取っていてやるわ。砺波はチューリップの名産地なんですよね。あれがすごいね、一軒家のホテルがありますね。あ、ほんであっちに池があったんか。で、立山がしっかり見えますね。なかなか感じいいホテルのロビーですね。よっしゃ、ここで写真撮ってこう。あちこちクリスマスが飾ってありますね。おお、すごいね。これがホテルの玄関か。大和ロイヤルホテルというのか。普段出したことないね。本当はだいたい家と家の間がみんな100メートル200メートル離れて立っとったはずな。もうぎっしり詰まっちゃったみたいな。暴風にはまあ昔からの家があるんだろうね。あの辺の感じじゃん。この辺で見たら県力園、はい、県力園です。まあ歩きにくいですね。ここはちょっといいな、畳が引いてある。下り滑るよね。はい、まあ雪の兼六園なんてめったに来れんからまあ、あ、なかなかの景色ですね。あの木のつっとるあのあれがかっこいいね。
ね、で何あの灯籠が有名、うん、おばさんおじさんがなあのよし、あいいねあそこでいいわ。いや先に行ってもらえばいいよあの灯籠の言われが何か書いてないのかこんな雪だけど観光客がいっぱいですね。まあみんなツアーの観光客だね。おなかなか感じ、これ一つの松じゃん。すごいねこれ松。ああ松にいくつ釣ってんだこれ。これはなかなかのもんですね。これが、まあ、金沢の城下町ですね。ここはまあ見どころとしたこの池とこれか。うん、灯籠とこれを見どころ。灯籠はまあどう見どころっていうのかあれを。だってあの高速道路でも石川県に入りましたからこの。池には魚はおらんね。あこっちの感じもいいじゃん池の。霞ヶ池と書いてあるんか。天保8年1837年に掘り広げられた池で広さは船にならない。おそうか天保8年1837年か。なんでこれが不老長寿が出てくるんだろうねうわ凍っとるわ。この島もかっこいいじゃん。琴路灯籠と虹橋、この灯籠は琴の糸を支える琴柱の形をしていることからなんだ琴路灯籠と呼ばれている。手前の橋は虹橋、別名を琴橋という。どこに琴のどう見ても琴って感じがせんだけどなまあいいやお琴いい、あの石のが琴を支えてる。まあなんかよわからんですね。まあいいや何のお店のじゃあなんだ金沢城の方行こう。石垣が立派な石垣があるはずです。金沢城公園になってますね。うわーすごいね石垣が。百軒堀、あこのあもうこの道までずっとこれ堀だったんだ、うん、こっちの兼六園からこっちまで。へえ金沢公園と兼六園の間かつて百軒堀になったところですか。金沢御堂陥落後佐久間盛政、佐久間盛政ってなんかどっかで聞いたことあるな、うん、あいつじゃんか勝家のこの前の静かだけの戦いでこいつがあのさずっと中に入ってって、うん、っていうやつだから。で利家が入場後かまあ前だけになったんですね。本当に100軒、100軒って何メートルなんだろうねすごいね。違う石川門ですね。兼六園がここはそうだ石垣がすごいんだよ戦国時代のこの野良積みってやつからあちらも揃えて、うん
石垣が年代ごとに分かれてるんだ、うんうん、あっちと違うだろこっちと、うん、わあかっこいいね白とな時代ごとにみんな石垣が違うんだよ、まあ、あれはもう江戸時代の半ばぐらいだあんな立派な石垣はうわーすごいねこの門も鉄壁のあれだな守りですねおーいいんじゃないだここもなあれ松形小口っていうんだ、うん、入ってってぶち当たるだろ船曲がってこう入るだから ここの門破ってもこの周りから攻められてここだねまっすぐが必ずあのしてないですまっすぐ侵入できんようにまっすぐ当たっちゃうんだうわーこれもみんな鉄がはめてあるんだね頑丈になっとるわこれはすごいねここが入るともう二の丸になるのかなどうなるのかよくわからんなすごいあれがまた大きな門があるじゃんあっちに、そうですね石垣がすごいですねもうね時代によって全部違う石垣がいっぱいあるもんねここがここで前田利家そうだな利家と利長時代の城の姿は不明か今どこだ一体分からない正面は川北門二の門入口となってますね、うん、あのでっかい門だね、ね、これが50軒長屋だこの長屋の中が二の丸のはずですね、うん、あほんであれだあっちの森が本丸なんだよだん あっちの森が、うん、だけどもう あれは利家の時にあっちの城を作ったんだけど、うん、もう江戸時代はあんな山の中用済みでみんなこっちに二の丸御殿が作ったはずだこんな感じですね。だから本丸のあそこの土台の石垣もあれへんは多分利家が作った石垣だあれ、うん。うん。コロコロしてるやつね。うん。まあ、ベターって平べったいね江戸時代。もうこれはもう江戸時代に作られたんだもん。面白くないね、あすごい柱ですねこれ。でこの壁の綺麗なこと石垣これも真っ姿いいんじゃないうん、もうそうだなこれは二の丸はだからその20軒長屋あ50軒長屋入ったとこなんだよ、うん、50軒長屋の中入れるようになったでも時間的にもあと40分しかないぞ戻った方がいいね30分ぐらいかかるようになるんだねつるつるしたあの壁も有名なんだよあれあの白と黒のうん、漆喰はねこの辺の季節だと雨ばっかりだもんだからあれ瓦が埋め込んだの、うん、ほんで
なんだね、まあ崩れんようにしとるだ、うん、しっくいだけだと崩れてきちゃうそうで、なんかだね、よし、あ、そうか、長屋の手前が三の丸だったんか、うん、現代地ここ、あ、もうここまで来たんだけどね、うん、長屋に入ると二の丸があって、うん、まあそこに御殿があったんで、昔は、うん、あれはないのか、天守台はないのか、うん、もうだって江戸時代だもん、これもう天守いらんか、もう天守なんかいらんだ、ここもちゃんとこうまっすぐじゃなくて、うん、あえて曲げたるんだ、そう、クッキンクッキンみたいなということですね。これが石川門か。お、はい、これか。気にしてたんだな、本当に。一つでいい。110円になります。タイムサービスしてますね。タイムサービスね。へえ。金パル塗ってるわけか、うん、おどういうこと、お座りください。これだもんね。金の味はどうですか。こんな金箔ついてんだもんね。小山神社、馬が来た、うわーすごいね、この建物、神社ってなんかどういうあれ建物だあれ、うん、中国風と洋風と洋風のところが天童屋、ギアマンと呼ばれてる、へぇ、すごいね、おお、そう、だね、これが三門で、ここはなかなかかっこいいじゃないですか。あ、もうお寺だな、まるで。それはだけど三門だろ、あれ。あれは三門。ねえ。神門って。神門。神の門。あの、セントグラスっていうの、うん、あれがなんか特徴らしいですね、うん、お松さんが年家のために建てたって言っとったよな、うん、年家の像、あれか、うん、あそこなんか馬に乗っとる像があるけど、あれ年家かな、うん、もう年家か、おお、おお、いい顔一人じゃん。まだ若い頃だな。道代ぐらいの時か。そんなことないか。ほら、流れを防ぐために鎧の線にかけた布こと、これがあると矢を防げるんかな。意地をかけまく連絡係か。そうだな。フォロシューと呼ばれ、織田軍団のフォロシューは、さっさなにまさを筆頭とした10人の黒フォロシューと、前田利家を筆頭に9人の赤フォロシューとで合計19人いたんか。ほう。のどぐろ御膳という料理です、今日は。おー、なかなか豪華な店ですね、うん、ふぅ、それがそうです、なかなか豪華そうですね、
ちょっと下に上がりますけど、うん、京都っぽい京都っぽいの？これ加賀屋じゃないのか。加賀屋とは関係ないか、うん、あれが有名なもん、うん、新幹線の駅ができた、うん、毎日ニュースで受け取ったんだ、うん、金沢の駅前かこれ、うんうん、はい、最後の観光地東茶屋街ですけど、まあなんちゅう人なんでしょうねこれこんなもう奥までずっとこんな人がおるとは思わんかったね。おお、なんだこれ、金が有名なんかこれ。そう、街並みもそう感じがそう大したことない。はい、車来るね。これあれだろ、重要建造物保存地区じゃないかこれ。ほら見、これだから来たことあるだ。建造物保存地区になってるわ。うん、宿、陽月さん、こういうのが有名なんかな、こう指導っていうか、なんちゅうんだ。本当だ。で、この前、こういうのを見せてもらえないかな、茶屋が歩くだけじゃ面白くない。ああ、志摩さんは文政3年1820年に建てられた茶屋、うん、これがその国指定重要文化財になってるわ。金箔屋さん、どんな店かな、ちょっと見てみるか。しかし前だけとこういう、俺金箔とはあんまりイメージが合わんだけどな。なんでかな。秀吉だったらな、合うけど。色がこのゴールドとサンパンゴールドの2タイプという感じ、うん、ありがとうございます、うん、これ5280円7000円氷炭じゃないかこれ、うん、金箔屋さんかすごいね。加賀藩の御用菓子だって。どんな菓子かな、どら焼き。あんまきじゃないか。どら焼きかあんまきか。あんの模様菓子だって。その当時の菓子がどれかわからんな。入って。無だよお前。それは置き屋だけど、それだけ。こっちはもう、こっちもなんだ、ぐるっと回って一周して帰ってこいって言ったの。あ、ほんと、うん、あ、この筋が2つあるんだな、茶屋街の筋が。違う、なんとか神社。また出てきましたね、加賀藩の御用菓子って、ね、
御用達のお茶セット、お茶菓子セット。昔からこんないい菓子食っとったんかな、本当に。さっきのお店もこの同じ形のお菓子あったじゃん。今の。当店は寛永2年、1625年か。金沢城下にて菓子を作った。すごいね、1625年。まだ江戸幕府ができた、まだまだ新しいところだ。建物変わっていいだろ、これ。浅野さん、美飾り屋浅野さん。裏千家、こう何で曲がりくねってんだ、これ回す方になってるな。慶応年間明治38年これは現在か、1820年、浅野茶屋。まあさっきのこの2つ筋があるだけだ。1番町、2番町あ、3番道もあるか。抹茶屋さんで最後になんか食って終わろう。こっちはなんだ、これわらび餅か。わらび餅も捨てがたいね。捨てがたい。抹茶わらび餅329円。これでいいじゃん、ワンカップ。これこっちのやっぱりどら焼きの方がいいな。これとこれ頼めいい。こっちがわらび餅どら焼き。わらび餅とどら焼きですね。いいよ、食べや。じゃ、捨てがたいという。捨てがたい。わらび餅。はい。昨日と同じですけど、今日は少ないですね。食べれる量。焼肉と、なんだ、白エビのかき揚げ。あと刺身ですね。今日はビールが飲み放題ですね。はい、はい、今日は飲み放題です。今日も雪道苦労してあちこち観光しました。結構疲れましたね。今日はビールの飲み放題で徹底的に飲むぞ。今日はね、サウナに30分も入っとったからしっかり汗かいたから。うまい。はい、ぎょうさん食いましたね。部屋に戻ったらあちらに津波の夜景が見えるんですね。昨日は気づかんかったけど、この津波部屋で、あの集落なんだ、三峡村か、三峡村のところでも夜景があるんだね。ああ、湯が行さんできた証拠ですね。ああ、ということで、飲みすぎた。食いすぎた。今日はこれで終わりです。